これが最後の手紙でしょうか。どうしてこんなに涙がボロボロと落ちてくるのだろう。自分は天に行くからよしとしても、やはりひろこ、こなつ、ひろ、ごろ、たまきとの別れはつらい。天国に行ってしまうともう涙もない日々に入ってしまうので、今のうちにたくさん出しておいてくれているんだと思う。辛くなったら下をうつむくのではなく、天を見上げて、いつでもひろこと子供たちのことをじっと観察しているから。親バカかもしれないけど、子供たちみんな気持ちよくまっすぐに育っていると思うよ。あとは子供たちを信じてあげ続け、時が来たら鳥が空に旅立つように手放してあげることだろうね。彼らが悩み苦しみ困難にぶつかり、それを自分の力で乗り越えていく。親はそっと見守る。これくらいしかできないのだろうな。人生の終わりを垣間見て一言言えることは、誰に対してもやっぱりありがとうだな。この一言に尽きるね。ひろこ、今まで本当にありがとう。夏希とひろこさん、二人は初めて出会った瞬間に運命を感じたと言った。だがそれは違うと思う。出会いを運命に変えるだけの力が二人にはあったのだ。丁寧に育み続けた絆があったのだ。